いや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 、なんかちょっと目の調子が良くないんですよ。なんかね、もう花粉っていう季節じゃないじゃないですか。にもかかわらずね、なんか目が痒くなるんですよ。なんだかね、なんか目がね、結構ね、おやおやっていうぐらいね、ちょっと痒くなってね、なんか違う花粉が飛んでるんですかね、なんかちょっとよくわかんないんですけどね、困ったなという感じでございますよ。ああ、目がしょぼしょぼする。まあそれはさておき、来月ですね。もう来月末に迫ってるんですけど、パリ出張の方のね、日程が決まったというか、昨日ちょうどね、もう、あ、やべ、そろそろチケット取らないとねっていうことで、チケット取ったんですよね。6月ね、21から、21出国の26戻り、みたいな、日程でね、ちょっと今回は行くことになりました。今回はですね、1日増えました。1日増やしたんですよ。ちょっともうスケジュールがきつすぎるということで。まあ本当はね、本当は欲を言えば、もっと、つまり自分のね、夏休みっていうかその連休があるので、それもくっつけちゃって。でも、1週間くらい、行きたかったんですけどね、ちょっと今シーズンは厳しいかなっていう感じですね。来季はいけるかな、2人になってるんで、完全に。今季はちょっとね、まあ、助っ人で入って、音で入ってもらえることはできるんですけど、まあ、でもなんか、1週間もは無理っていう感じなんで、ちょっとね、今季はちょい我慢なんですけど、来季からはね、ちょっと夏休み終わして、来季っつってもな、次行くの冬だから、なんかその、冬にね、滞在していたいとは思わないんですよね、冬は。冬はどっちかというと、だから来年か、もう、そうなるとね。来年だな、1年後とかだは、もうちょうどいいんで、もう1週間どころかね、10日ぐらい行ってね、まあ、出張をささっと5日ぐらいで終えて、あとの5日はね、なんかヨーロッパのどっかの国で過ごすという、まあそういうようなことにしたいなと、思ってますけどね。まだとりあえずね、21から26で行ってきますから。まあ、ギリ、僕の誕生日には被らなかったですね。僕の誕生日28日なんで、皆さん覚えておいてください。6たす2は8。6たす2は8でございます。だからね、ちょっとね、懐かしいよね。1年前っすもん。初めてそのパリに行ったの、ちょうど1年前ってなるもんね。もうね、懐かしいね。あの時はアポイント取れてるとこが新規のところだと1個しかなくって、あと飛び込みで行ったもんね。懐かしいな。そうだそうだ、初めてパリ行って、しかも1人でさ、一人でいい、単身パリみたいな。お前どうだ、どう、大丈夫かみたいな。どういう勝手だか、こっちは全然分かってないみたいな。
らなんとかなるもんでね。懐かしいですね、1年前。また動画はね、しっかり回してね、スリだけには気をつけて、しっかり回してこようかなというふうに思ってますから、まあ、パリ編、パリ出張編、楽しみにしていただいてね、またトラブルがなければいいと思いますけども、ただ最近私は、ね、飛行機運が非常に悪いんです、フライト運がね。前回、冬ですわ。冬、2月かな ?1 月末か。まあ、そんくらいにね、パリ行った時もさ、帰りの便がね、遅れて、トランジット間に合わないっていうことがあったり、この間韓国行ったらね、帰りの便がね、遅れて、みたいな。乗り物運がちょっとないんですよ。なんでね、今回はね、大丈夫かなと、ちょっと心配はしておりますけども、でもね、わりかしそのフライトのスケジュールで言うと、今回の方が、ゆとりがありますね。ゆとりがあります。はい。トランジットの時間もね、前は言うて1時間もなかったんですよ。1時間くらいだったんかな ?1 時間もなかったんか。1時間もなかったんですけど、今回は2時間とか3時間とかあるんで、まあ、多少遅れたりしても大丈夫だろうというふうに考えてますけど。いや、楽しみだな。夏のパリがええんだ。夏っていうかね、6月のパリめっちゃいいからね。これおすすめですよ、皆さん。本当に。で、そんな高くないと。今回そうだ。いくらでチケット取ったかというと、チケットだけなんですよ。チケットだけで、7万8千かな、往復。安くない?7万8千ですよ、往復。非常にいいですよね。だから、まあ、多くの方はね、まあ、6月とか、なかなか、休み取れないし、まあ、そんなに、混む時期じゃないからね、なおさらいいと思うんだけど、みんな だいたいゴールデンウィークで行ってっていう感じじゃん。だから、それも落ち着いてるし、なおかつ気候も非常にいいんで、安くていい時期に行けるんですよ、6月末っていうのは。これはね、意外にいいです。7万8000円安くないですか、俺もね、こんなもんでいけるんだみたいな風に思いましたね。6月いいっすよ。6月一番いいんじゃねえかな、もしかしたら。日が長くてね、僕も覚えてますよ、ちょうど1年前。日が長いんですよ、とにかく。もうね、夜のね、7時、8時とかまで明るくてね、9時で日没とかじゃないかな。8時、9時で日没っていう感じなんで、非常に日が長い。日本以上に日が長くて。でね、気候もね、日差しはね、強くて暑いんだけど、日向とかは。でも日陰入るとね、やっぱ湿度が全然違うんで、カラッとしてるんでね、全然いい感じなんですよね。でね、昼間からね、なんかテラスでね、それこそ現地のパリジャンとパリジェンヌは酒を飲んでると。あれはいいよね。素晴らしい光景ですよ。今回はね、ちょっと余裕ができそうなので、なんかね、ちょっと今まではもう観光とか、なんかそんな暇マジなかったんで、今回はちょっと、なんかね、できるといいなというか、なんか1日くらいさ、休めるというか、ゆっくりできる日程を組んで、なんかいろいろちょっと行きたいなというか、ちょっと思ってますね。どこ行こうね。でも結構パリのね、観光名所みたいなところは結構行ったんだよな。結構行ったんでね、なんか、ノートルダム大聖堂でもちょっと見てね。あ、レポートしてこよう。レポートしてきますわ。ノートルダム大聖堂。今こうなってます、みたいな感じで。あとなんだろう、行くとこあるかな。もう一回ルーブル行くか。もう一回ルーブル行くのありだな。ちょっとダヴィンチの本読んで、その後に行くってのもありですね。
もうなんかいろいろ楽しみになってきたな。ということで、あと食い物か。